さあ、今日は不敬なところ、大正天皇の登場です。ついに来ました、金太郎って最悪です。仮装してるおじさん、あ、僕が言いたかった天皇シリーズ。そう、ついに来ましたね、金太郎の天皇シリーズ。そしてハートル半蔵、ニンニン、日本といえば藤山芸者、そして忍者。さあ、大正天皇は100年前ぐらいの天皇です。鬼滅の刃の時代ですね。非常に病気がちで健康には苦労しました。で、服部半蔵は伊賀忍者の代表、忍術、手裏剣、そんなの使ってねえだろ。水雲、あれ浮かないじゃん。先生、色々とね、これもしかして忍者に仮装したただのおじさんの写真じゃないですか？違うよ、 100% これ本物の服部半蔵だよ。それにしては写真が新しすぎませんか？服部半蔵は忍者だからさ、安土桃山時代にも写真が撮れたんだよ。これ忍術だもん、写真の術だもん、これ忍法写真の術。完全にこれ先生が変装してるのか。いやいやいや、これ忍法写真の術よ、これ。忍者のあのね、忍術の本があって、その中に完全に写真の術なんてありませんよ。写真の術なんてありません。その本が間違ってんだよ。信田先生とその本どっちを信用するの？写真の術はあったりするの？その本誰も信用してくれない。俺が仮装するわけないだろって思う。じゃあ先生も仮装してくれ。はい、じゃあ行くぞ。はい、はい、大丈夫大丈夫。ハットルハンゾー行きまーす。信田先生、忍者になりました。仮装してきました。どうも全然なってない。まずは HP からだ。最初天皇は第123代天皇。ゲームマスターみたい。やばい。HP は123。それに対して、服部半蔵。有名な服部半蔵は、家康に仕えた服部です。あれ、二代目服部半蔵です。というわけで、HP は？では、最初の戦いは何だ？ニンニン。バグってる。寿命を行きました、寿命。こりゃとった。そういう勝ちパターンだな。はい。大正天皇、47歳。若い。若いね。今だったら天皇にもまだなってないぐらいの年だよね。47歳。だから大正時代短いよね。14年までしかありません。服部半蔵は、ドン。54歳。どこおい、はい、服部半蔵でございます。大正天皇だから、負けた。忍法呪文の術、ニンニン。じゃあ次の戦いは、19代天皇って誰？調べないと分かんない。真ん中ぐらいだからね、いつぐらいなんだ？もう室町時代ぐらいか。室町時代か、江戸時代に入ったか。入ってないだろうな、室町だろうな。室町、鎌倉。分かんねえ。そして、2回目のバトルは、ドン。何人？何人って言われても、でも、まあ、大正天皇は一人。さあ、当たり前だ。一人だよね。じゃあ、服部半蔵は忍者を持ってますよ。12人。なんだね、12代服部半蔵までいるらしいです。代々継承されてね。12代目服部半蔵までいるということで、ここは12人、忍忍、ダーン。最後の戦いは、もう誰も信田先生に触れなくなったね、完全にね。ゾドン、偉さ、どっちが偉い？天皇ですからね、僕天皇ですからね。攻撃力123代目ということで、代が続くごとにね、偉さが増していくというのがね、あの世界の人たちなんでね。大正天皇、そう。それに対してハトルハンズは足軽のリーダーにすぎません。足軽に毛が生えた程度、ね、後半家康にちょっと可愛がられてますが、もともとね、足軽を率いる全く来るかな、大正帝にしかすぎません。というわけで、もう実際このしょぼい顔です。マッター最初に 100% マッターは来ないと言ったように、攻撃123当たります。ドーン。じゃあ、そんなこと言ったっけ？もう先生信用してません。そんなこと言ったっけ？覚えてません。記憶にございません。これ当たった動画になるから証拠が残ってしまうんだよね、これね。今日は何？待ってきますか？あんた来るに決まってんじゃん。 100% 100億パーセント来るよ。いや先生、子供だな。大人だからちゃんとマスクして外に出てる。みんなちゃんとこんなマスクして外出てる？マスクとうがい手洗いって言われてるでしょ、ちゃんと。マスクして外に出なきゃちゃんと。こういうマスクじゃないんですか、そのマスク。このマスクさえあればコロナも安心。世界中の人たちがちゃんとね、信田先生みたいにしっかりとマスクをする日を祈ってます。
ー